Let's go. 83.0 and 78.6. FM Fuji. 25th anniversary. With you. I love it. With you. FM Fuji沖の皆さん、こんばんは。ホノルルラジオ K2 沖の皆さん、アローハー。小柳ゆきです。早いもんで、今年ももう半分が終わってしまいましたね。それでは行きましょう。小柳ゆき、I'm Fun Area。改めましてこんばんは、小柳ゆきです。東京代々木の FM 富士スタジオビビットから今日は収録でお送りしております。ちょうど今放送されてるのはちょうど昨日福岡でライブがあって、明日は長崎でライブがあるという日ですね。長崎やってそのまま鹿児島も流れてやってっていう感じのこのね九州ツアー伐採中のねというあれなんですけれども、実はまあ今収録してるこの日は、昨日私沖縄から帰ってまいりまして、今日収録しているという感じなんですけれども、沖縄行ってたのは先週沖縄行っていて、ね、沖縄からの生放送もねお送りさせていただきました。メカルさん面白かったですね。いろいろな話聞かせていただきましたけれども、土曜日日曜日と沖縄県で合計4ステージのねイベント2日間でね、1日2ステージで2日間イベントやらせてもらったんですけれども、三栄さんでライブやらせてもらったんだけど、フリーのイベントでいっぱいねお客さん足を止めていただきまして、で沖縄の皆さん面白いですね。場所によってもちょっと違ったっちゃ違ったんですけど、反応がでもとにかくうんうんってこう笑顔でこうずっと聞いてくれてて、ここっていうところをちょっと恥ずかしがり屋なところがちょっとありますね、やっぱね、お客さんの反応としてはね。だから一生懸命こうちょっとこうこっちにこう引き寄せて引き寄せてってい こう心の扉を開けないとこうなかなかね開いてくれない感じもあったんですけど、でももう最後は皆さんこう笑顔で手振ってくれたりとかしてくださってたんで、楽しいライブが4ステージできました。まあ沖縄でもちょっといろいろね堪能したんですけれども、沖縄のブルーシールアイス、私初めて食べたんですけれどもね、ブルーシールアイス有名ですよね。チーフマネージャーのね誕生日会がねもうちょうどね誕生日次の日に誕生日だって言うんで、そのブルーシールアイスでこうチーフマネージャーの誕生日やったんですけれどもね、ブルーシールアイス牧港店ね、皆さんがですねチーフマネージャーのためにその誕生日ケーキみたいにアイスをいっぱいボコボコっとカップにね詰めて大きいアイスをチーフにプレゼントしてくれたんですけれども、あまりにも大きすぎてちょっと食べれない感じにもなってたくれたぐらい、そんなそれぐらいねいっぱいねアイスを持ってくださいましてね、本当にありがとうございました。牧港店ブルーシルアイスのね皆様ありがとうございますね。私も塩チンスコーと黒黒糖のアイスいただいたんですけれども、沖縄ならではのねすごい美味しかったです。皆さんもぜひ機会あったら行ってみてください。でね、そのイベントが2日間あった後に私はですね実はプライベートで女性スタッフとその旦那さんとですね3人でなぜかこの3人でですね沖縄で2泊延泊してきまして、ちょっとね贅沢しまして、もうここはもうちょっといいじゃないかと、ゆっくりしてこようと沖縄でということで、リッツカールトン沖縄に泊まらせていただいたんですけれども、まあいいホテルでございました。もうなんかちょっとなんかねTシャツで行くのも何かなと思ってちょっと セレブ仕様の格好で行ったりとかしてみちゃったりして、なんかそういうのも楽しいんですよね、女性は楽しいんですよ。でちょっとねバーで飲んだりだとか、プールでこうちょっとゆっくりして本読んでみたりだとか、なんかそんな大人なこう、バカンスを楽しませてもらったんですけれども、これがですね UFO 見たんですよ私は。沖縄で追いかけられてんじゃないかと思うんですけど、同じそう東京でもね見たって自宅から見たって言ったじゃないですか、同じタイプの UFO 見ちゃったもんだから、これは
追いかけてるなと私のことを。そのうちちょっとそれあのなんかそういう体験談とかなんかあのちょっと知らないうちに傷が増えてるんですとかそういう話になると思うんですけど、そう夜ねあのこうもう見晴らしがいいんですよ。やっぱりそのプール越しのねこう山だったんですけど、リッツがあるところはで山で名護の方にあるんですけどね、あの山があってちょっと向こうの方に海がねもう澄んだ海が見えるところでしたんですけども、こうね高台にこう立ってるわけですよね、リッツは。でそこからこうちょっとプール越しにこうお酒を飲んでたわけですよ。目の前にこうね光がね2つあってね止まってるんですよ、ずっと。その1個がねわーっとまた光り出したりとかしてね、もう1個の方は飛行機だったんですよ。これ飛行機だった、1個だけだったんですけど、ブワーッと光り出して飛行機がこう離れていった後にそのもう1個の方の光がブワーッと光り出してまた消えて、ブワーッて光ったらシュッと消えて、なんか前言ってたのと一緒じゃないですか。ほーって思うでしょ。そう、私多分追っかけられてると思うんです。いつか連れてかれますよ楽しみにしててください、その時の話。ということでいろいろね美味しいねものも食べたんですけれども、あの前この前ねこの Facebook の活用法でね来てくださった早川さん、早川修作さんがねあの沖縄でお店をやっていまして、でそこにちょっとあの旅に行かせてもらったんですけれども、イチャリバっていうチャタンにあるあのところなんですけど、そこのカフェでねご飯を食べたんですけど、まあここのあの沖縄そばがえらい美味しくって、はい、あのぜひ皆さんにも行っていただきたいなと思うんですけれども、でも全体的に沖縄ってご飯美味しいですね。うん、何食べても美味しかったです。さてそんなこんなでですね、毎日ね本当楽しく忙しくさせていただいているんですけれども、気づけばもう6月が終わりですか。早いですね、今年ももう半分過ぎちゃいましたが、今年後半も7月のねひまわりをはじめツアーなどのね予定がねあの早くも決まってますので、皆さんと一緒にね楽しんでいきたいと思います。ということで FM 富士とホノルルラジオケーズ日米2つのエリアでお送りしていくラジオ番組小柳ゆきアミファンエリア、オープニングナンバーは映画バージョンの先行配信が7月10日、そして CD のリリースが7月31日に決定しました映画爆心長崎の空の主題歌です。小柳ゆきでひまわり。ゆき小柳アンファンエリア on FM Fuji and Honolulu Radio KZFM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアで放送しています小柳ゆき I'm Fine Area。 今夜はこんな企画をお届けします。小柳雑学大学ということで、はい、小柳雑学大学ね、雑学に関するメールとか嬉しいなと私が言ったところ、早速反響がございましてですね、ありがとうございます。あの小柳雑学大学って言ってるけど私大学出てないけど大丈夫ですか、いいんですね、で今私の手元にですね角川文庫さんより発売されてますつい人に自慢したくなる無敵の雑学という本があるんですけれどもね、これね面白そうですよこれ、ちょっとね読んでみたいと思うんですけれども、魚の酒の魚にしていいもの悪いもの、お酒を飲むときにどんなおつまみ食べてますかということなんですけれどもね、お酒飲んでいて絶対に避けたいのは二日酔い、これは間違いないですよね。あの辛さ経験した人でなければ絶対分かりません。私そうなんですよ、もうつい最近ですよ三日酔いになったの。もうトイレとお友達ですよ、本当に大変だったんですけれどもね、あのこのねあの辛いのは当然で、アセトアルデヒドという毒物が自律神経に作用しているせいだと。でアセトアルデヒドはお酒を飲めば必ず生成されます。でそれの、分解能力は個人差があるのでお酒強い弱いっていう、ここら辺はね知ってる人もいっぱいいますよね。タンパク質を豊富に含んでいる食品をお酒と一緒に摂取するとアルコール分解酵素の働きを活発にしてくれ、しかも肝臓の働きを高めてくれます。つまり酒の魚には良質のタンパク質を豊富に含む食品を摂るのがいいということ。具体的には魚や肉、卵、豆腐類などですね、体にいいものですね。でも肉とかもいいんだ、逆にお米や麺類といった糖質はアセトアルデヒドの生成量を増加させます。マジで
これいわゆるさ、お酒飲んだ後のラーメン、これ絶対食べたくなりますよね。なんで体に悪いものを欲するんですかね、人間ってね。こんなようなね雑学、皆さん知ってました？いやー、ということで雑学面白いですけれども、もっとねいろいろね、この本にもいっぱい載ってるんですけれども、で今後番組に雑学のメールをいただいて、私がこの雑学すごいなと認定しましたらですね、あなたはその日から小柳雑学大学の教授です。ね、大学に出てない人に教授ですって言われても何のね、何にも響かない感じもするんですけども、教授ですよ。今後このスタジオビビットやライブ会場でですね、私に会った時にですね、私教授です、あの雑学のって言ってくださればね、あ、何々教授ってぜひ言わせていただくんでね、どんなね雑学でも大丈夫です。もう本当に軽いようなね感じでもいいんでね、ほーというような雑学ね、一回テレビでやっていたレベルのものでも大歓迎です。基本的にジャンルは問いませんが、私のね興味ある雑学もね、ちょっと告知募集させていただきたいと思うんですけれども、その1、肩こりに関する雑学。ちょっとね最近肩こりがひどくなってきて、この肩こりが出るとですね、あ、これもちょっと雑学になるじゃないですか。肩こりになるとこう首の方までこう凝ってくるわけですよね、全体的に。そうすると耳の下のこのリンパも一緒に張ってきません？これみんなじゃないのかしら、張ってきますんですよ私。この耳の下のこのリンパが張っちゃうと声が出にくくなるんですよ。はい、なんですよね、これ皆さん知らなかったでしょ、これも一つの雑学じゃないですか。でこれをね、解消できた時はものすごく声の出がすごいやっぱいいんですよね。なんで、ね、ぜひねこのね、肩こり直す何かいい方法、そんなこう直し方のこう雑学があればぜひいただきたいなっていうふうに思っております。あとはですね、その2、スタジオビビット代々木周辺の雑学。これはね、代々木スタジオにね遊びに来てくれる皆さんもねぜひ知りたいとも思うんですけれども、あとはですね、ちょっと番組終わりにですね、毎週ねお店をねちょっと飲みに行ったりとかね、皆さんでしたりとかさせてもらってるんですけれども、チーフマネージャーと構成作家さんがね主に知りたいということで、なんででしょうね、よーくねこの2人お茶行くんですけれども、なんかフラフラねこうしてるんですけれども、たまにはね私もね一緒に行ってるということで、この間は焼き鳥紹介っていう焼き鳥屋さんがね近くにありまして、美味しいですよねそこもね。はい、代々木や新宿スタジオビビット周辺の雑学やグルメ情報をお待ちしてますということですけれども、これはどうもこう構成作家さんのこのね一人のねあれが出てますよね、むしろ雑学っていうよりもグルメ情報をお待ちしてますっていう方がね正解ですかね。ぜひねお待ちしております。あとはですね、UFO の情報なんかもぜひUFO 雑学なんかもねいただきたいななんていう風に思っております。あ、忍者とかでもいいですよ、全然忍者でもいいし深海魚でもいいです、何でも大丈夫です。では皆さんから届いたねちょっと雑学を早速いただいてるんでメール紹介したいと思います。大阪府のひろさんからです。ジェットコースター豆知識、沖縄にはジェットコースターがない。あ、私これはですね沖縄に行った時に聞きました、遊園地がないらしいですね。遊園地がないんでしたっけ、ジェットコースターがない、なんかまあでもねジェットコースターはないんですよね。ないところにジェットコースターを歌いに行くとは大体は不敵ですね美しい自然があるのでそういうアトラクションとかいらないんでしょうね。確かに海がもう素晴らしいアトラクションにはなってると思うんですけれども、昔あったらしいですよ、何年か前まではねジェットコースターあったらしいんですけど、なんか、なくなっちゃったねって言ってた、なくなっちゃったみたいです。次のメールはペンネームゆうゆうですさんからですね。ホルモン焼きってあるじゃないですか、あれは昔捨てられていた部位で、関西弁でホルモンからホルモンになったんですよ。ゆきさん知ってました？これ知らなかった、私ホルモンってなんか英語とかかと思ってたんだけど、違うんですね、関西弁でホルモンっていうことなんだ。あー、これは知らなかった、昔全部捨ててたんですね。それこそさ魚のさマグロのさ
トロの部分って捨ててたって言いますよね。昔ね、ね、らしいんですよね。ねえ、ホルモンもね、今となって美味しい部位ですもんね。ホルモン焼き屋さんなんていうのもありますもんね。はい。次のメールは川口湖の坊主さんからです。ゆきちゃん、突然ですがハブとマングースどっちが強いか知ってます？お、なんかこういうお話ありましたよね。ハブとマングース、マングースって何ですか？イタチみたいの？イタチみたいやつ。あー、よほどのことがない限りマングースが勝つそうですよ。あ、そうなんだ。マングースはハブ退治のために人間に連れてこられたのですが、あ、そうなんだ。そもそもね、ハブとは戦わず、特別天然記念物のヤンバルクイナや絶滅危惧種の小動物などを食べて自分が駆除の対象になってます。人間の思惑のは自然界には通用しなかったマングースということなんですけれども、あ、そうなんですね。へえ、ハブね。ハブってヘビですか？あ、なんでヤンバルクイナ食べちゃったんだろうね。ハブはちょっとあんま美味しくなかったとか、そういうことなんでしょうね、きっとね。はー、ちょっとね、そうなんですね。いろいろな雑学が集まってきましたけれども、こんな感じであなたが知っている雑学ぜひ教えてください。インターネットでね、調べたものでも噂で聞いたレベルのものでも結構です。ぜひ教授を目指してメールをお待ちしております。以上、小柳雑学大学でした。それではここで2曲続けてお聴きください、リクエストいただいてます。エビナシイエロータンバリンさん、富士吉田市、世界大遺産さん他からのリクエストで、小柳ゆきでジェットコースター、そしてシークレット2曲続けてお聴きください。ゆき小柳アンファンエリア On FM Fuji And Honolulu Radio KZUFM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアで放送しています。小柳ゆき I'm fine エリア、続いてはこのコーナー今日で最後となっています、IFA インフォメーションのコーナーです。 IFA インフォメーション、 IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長の上村涼子です。ここで FM 富士ホノルルラジオ系図をお聞きの皆さんに IFA インフォメーションのコーナーです。今夜ご紹介するのはIFA フラワーデザイナーの宿野幸恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、宿野先生、はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。実は、このコーナー IFA のフラワーデザイナーでのご紹介ではあるんですけれども、はい、私あの、はい、良子上村と実は他の団体でもご一緒だったんですよね。はい、そうですね、はいはい、日本フラワーデザイナーズ協会 NFD の方でも、はい、あの講師資格を持ちで、はい、もう十数年来の友人でございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宿野先生は、はい、上海、はい、IFA の上海支部での出会いだったということで聞いてますけれども、はいはい、まずはそのお花を始めるきっかけ、はい、なんか聞いたことなかったなと思って。あ、はい、きっかけはですね、すごく単純なもので、私は以前銀行に勤務しておりました。そうですね、その間に何か習い事をしてみたいなという、うん、そういった理由から始めました。はい、はい、一緒です。私も本当単純なことからね、お花の世界にこう入ってきたわけなんですけども、はい、IFA に出会って、はいはい、どうですか、魅力っていうのを感じました？あ、 IFA の魅力はたくさん感じてます。よかった、はい、あの普通フラワーアレンジメントの講師っていうと主にレッスンを担当するっていうことになると思うんですけれども、うん、レッスン以外にもあの自分の作品を展示する場がたくさんあったり、はい、うん、そうなんですよね。あとはあのその展示するあの見ていただく場っていうのも、ニューヨークのカーネギーホールであったり、うん、
パリのユネスコ本部であったり、うん、そういった超一流のところで見ていただけるっていうのは本当に幸せなことだと思ってます。そう、上海の、ね、三越さんの方でも、はい、オブジェの展示ね、先生デビューされて、はい、あ、そうです。はい、あの NFD はフレッシュが主に、ね、はい、扱っている素材だったんですけども、はい、やっぱり IFA の特徴であるプリザーブドフラワーにスワロスキーがくっついてっていうのがね、はい、またすごく素敵なデザインをどんどん私たちは広めていくのが仕事に、ね、はい、なってくるかなと思いますので、はい、日本に帰ってきてから、はい、あの私本当に嬉しくて、はい、一緒にねまた講師活動できるっていうところ、はい、あの目標、はい、また先生の新たな日本での活動など、はい、夢があったらぜひお話しください。はい、まずはですね、自分自身のサロンっていうのを開いたことがなくてですね、うん、それをサロンを持ちたいっていうことがあります、はい、うん、バックアップしっかりしてますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひ。あとはですね、うん、私があの先月まで約4年半住んでいた上海、うん、そうですね、中国上海で何かあの上海で、うん、あの頑張っている、お花をやりたいっていう方たちのために、うん、私が現地へ飛んで、お手伝いすることができたら、ぜひやらせていただけたらと思ってます。はい、IFA の、ね、海外支部の方へ国際派遣講師というのも派遣してますので、はい、上海のみならず、はい、ヨーロッパであったりとか、はい、アメリカ、カナダの方にもぜひ行っていただけたらと思いますので、はいはい、頑張っていきましょうね。はい、まだお互いね、子供が小さいんですけど、そうですね、はい、はい、あのお互いにね、これからもどんどんとフラワーデザイナーとしての活動の域を広げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、フラワーデザイナーの宿野先生でした。はい、こうしてあの輝いている女性が全国にたくさんいます。このコーナーでは、全国のたくさんのフラワーデザイナーを紹介させていただきました。以上、 IFA インフォメーション、お相手は IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長上村涼子と IFA フラワーデザイナーの宿野幸恵でした。それでは小柳久ちゃん、引き続きよろしくお願いします。 IFA インフォメーション、番組は7月からも続きますが、 IFA インフォメーションのコーナーは今日で終了です。 IFA の皆さん、今までありがとうございました。小柳ゆき、I'm Fireya。 それではここで一曲お聴きください。ジェットコースターのカップリングで、小柳ゆきで Destiny。 FM Fuji and Honolulu Radio K-Zoo presents Yuki Koyanagi I'm Fun Area。 FM Fuji と Honolulu Radio K-Zoo 2つのエリアで放送しています、小柳ゆき、I'm Fun Area。 それではここでは雑学以外のメールを紹介していきたいと思います。山梨県の高尾さんからです。ゆきねえさん、こんばんは。こんばんは。先週電撃入籍したと聞きましたご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。僕もよく早くいい人見つけて結婚します。先週というと、この方は21日に送ってきてくださっているので、まあその前の週ですか。先週電撃入籍したって、私これ聞きました、聞いたことあります。私あの東北にあのツアーに行かせてもらってた時に、あの握手をしてくださった方が、あの私にお子さん元気ですかって言ってきたんですよ。何の話どこからこういう話が出ているのかあれなんですけど、ネタですかね。高尾さん、ネタでこれちょっとこう降ってきてません、これ。ちょっと、いやそんなね、あのいい話があればもうすぐにでもこのアイムファンエリアでもう発表させていただきますよ。入籍なんてあなた相手見つからないと始まらないじゃない。だってそこからの段階ですよ、あなたね。私も、僕も早くいい人見つけて結婚しますって言ってる。私もね、早くいい人見つけて結婚したいと思います。はい、ちょっとどこから出るんでしょうねこれね。どこの方、山梨県、やだなちょっと次のメールはゆず姫さんからです。私は一番最、あ、ジェットコースター元気が出るので毎日聞いてます。好きすぎて前奏も間奏も愛の手も全部歌ってるのですが、私は一番最後のところ、必ずモテるから、チャチャラチャラチャ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 ドンと歌うのですが、
旦那は一番最後はドーンじゃなくてジャーンだと言ってきます。楽しそうなご夫妻ですね。これは、うん、楽しそう。私的には最後はちょっと音質が違う気がするので重い感じのドーンで表現してるのに毎回毎回旦那にジャンだよって突っ込まれますさらにゆきちゃんも絶対ジャンって言うよとか言われて、このドーンとかジャンかで軽く紛争が起こってるので、ゆきちゃんはどっちだと思うかぜひ教えてください。それいいですね。ちょっとそうですね、それじゃあちょっと聞いてみましょうかね、曲をね。はい、なるほど、ここですね。私今までジャーンって歌ってたんですけど、この音聞くと、しっかり聞くとドーンですねこれわかるわ、なるほど、ドーンだよゆず姫さんこれで紛争は収まるでしょうか夫婦仲良く今後もねあれしてください。ありがとうございました。幸せそうですね。私こういう結婚したい、やこういう結婚したいわ。以上メール紹介でした。それではここで一曲聴いてください。小柳ゆきでラストダンス。FM Fuji and Honolulu Radio KZU presents Yuki Koyanagi I'm Fun Area。FM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアでお送りしてきた小柳ゆき I'm Fine Area、 あっという間にエンディングです。お別れは小柳ゆきで We Can Go Anywhere ライブバージョンを聞きながらです。IFA インフォメーションのコーナーね、今日も今日で最後でした。ホノルルラジオ系図での放送も今日で最後となってしまいます。行くとね、そうですね、行っていてなかなかねハワイ行けなかったですね、ごめんなさい。とっても行きたかったんですけれども、でもねユーストリームでもこれからもね、あのハワイの皆さん引き続きよかったらこの番組あの聞いてもらえると嬉しいなと思います。さて、収録や地方からの生放送が続きましたが、来週のこの番組は代々木の FM 富士スタジオビビットからの公開生放送復活ですよ。ユーストリームも連動して復活しますよ、ぜひお楽しみに。さてこの番組ではメールをお待ちしています。質問相談雑学曲のリクエストなどなど、メールアドレスはyuki@fmfuji.co.jp yuki@fmfuji.co.jp です。さて最後は小柳ゆきからのお知らせです。映画爆心長崎の空の主題歌ひまわり、ね、7月10日映画バージョン先行配信、7月31日 CD リリースです。9月には東京赤坂ブリッツ、2days をはじめ大阪名古屋でもライブやりますので、詳しくは小柳ゆきホームページをご覧ください。それではまた来週 FM 富士とユーストリームでお会いしましょう。小柳ゆき I'm Fun Area、 お相手は小柳ゆきでした。バイバイ&ハワイの皆さん、マハロー。